こんにちは。今ですね、ソニーの SEL1018F4.0 で、撮影してます。まあ、ちょっといろいろですね、レンズも完全に今沼に入ってしまってまして、これで4個目です。最初が 1670Z、F4.0。まあ、ズームも使えて結構便利かなと思って使っていました。で、次が、35mm の F1.8。めちゃくちゃ明るいレンズで、まあ、ただ換算ですと、51、2mm になって、まあまあ、ポートレートにはいいんですけど、なかなか広角が使えずですね、難しいレンズでした。で、手ブレ補正がないのがやっぱり痛いですね。ドリキンさんおすすめの、サムヤンの 18mmF2.8 を使ってましたが、やはりこれもですね、フルサイズのソニーのカメラと違って、このカメラ、α6400 は手ブレ補正がボディについていないので、やはりレンズ内手ブレ補正がないですね。α6400 だとちょっとサムヤンの 18mm はきついかなと思っていて、まあ、ちょっといろいろ考えた結果、ソニーの1018、これ手ブレ補正がレンズについているので、ここにちょっと行き着いたという感じです。だいぶですね、広角広いと思うんで、ちょっと今から、オンボードでちょっと乗ってみて、試してみようと思います。さあ、それでは行ってみます。今ですね、ソニーの SEL1018 で、撮影しています。だいぶ広角になってるんじゃないでしょうか。多分フルフルの 10mm、換算 15mm で、撮影していると思います。これだとですね、 GoPro とか iPhone の超広角よりは若干、狭めなんですけど、比較的一般的な広角レンズの幅に近い感じで撮れてる気がします。どうでしょうかね。今ですね、PP10 の、ドリキンさんおすすめセッティングに合わせて、PP10 で撮影をしている状況です。今からですね、ちょっともう車のガソリンがなくなったので、ガソリンを入れに行くっていうのと、あとこのレンズのテストですね。まあ多分 15mm の広角であれば結構風景も撮れて、まあまあまあ、ちょっと今日あいにくの天気なんですが、曇りでどんな絵になるかっていうのをちょっと今試してみています。今 F 値が11ぐらいまで上がってますね。これもしかして ISO が固定になってるかな。ちょっと見てみよう。おかしいな。やっぱりこのミラーレス一眼カメラの非常に自分が不満だと思っているところが、調整機能がたくさんあるのはいいんですけど、やっぱり基本静止画を撮るためのカメラで、撮る前にいろいろセッティングをする前提で、設計されてるんですよね。それは動画にとってはあんまり関係なくて、やっぱり動画って撮りたい時にパパッと、スイッチ入れてシャッターを押して撮ってまたやめてみたいな、こう繰り返しなので、どうもこうダイヤルをですね、ちょこまかちょこまか、変えられてしまうっていうのは非常にストレスで、しょっちゅうシャッタースピードがずれてしまったりしますし、今ちょっと ISO が125固定になっちゃってるのかな、ちょっと分かんないんですけど、なんかこういうこう、撮影のセッティングが簡単にこう触ってるとずれてしまうっていうのは、あまりユーザビリティが高くないと感じてしまいます。おそらく写真だけを撮る人にとってと多分真逆なニーズなので、やっぱりこの、UI/UX で、動画を撮るというのはやっぱ限界があるんじゃないかなってすごく最近感じますね。まあ、その点多分 GoPro とかは動画撮影に特化しているので、まあ一回セットしてしまえば、ボタンを押すだけっていう非常にいい、個人的にはいい UI だと思っているので、やっぱりもう少し設定が細かくできるのはいいんですが、アクティビティに合った、設計をしてほしいですね。まあ非常に中途半端なまだまだ時代なんだろうなと思っています。今から、ガソリンをちょっと入れてこようと思います。
さあ、ガソリンも満タンになったので帰ります。最近ですね、ソニーの、まあ、今回コロナウイルスの影響で中止にはなってしまったんですが、CP プラスかなが、今週から来週あることになってたようなんですが、そこでソニーがですね、純正レンズで 20mm の F1.8 の広角レンズを発表するんじゃないかという噂があって、ちょっとそれに期待しています。ちょっと画像でも、ご紹介しますが、今ちょっとレンズ4本持ってまして、その中の、SEL35F18F という 35mm の F1.8 の明るい単焦点レンズを持ってるんですが、まあ、非常に絵は綺麗で非常に明るいレンズで気にはいってるんですけど、自分の場合フルサイズではなくて APS-C なので、実質換算がですね 51.2mm ということで、だいぶ、まあ、望遠、中望遠っていうのかな、広角ではない形になってしまいます。それだとですね、テペレ補正がないので非常に動画では扱いづらくて、三脚に乗せて、人を撮るみたいな撮り方には最適で、弾き語りの動画なんかはそのレンズ使って撮ったりしてるんですけど、どうもですね、なかなか使いどころがなくて困っています。ただ、ソニーの 20mm1.8 というのが出れば、まあ、フルサイズ用らしいんですけれども、まあ、APS-C にすればちょうど 30mm1.5 倍で 30mm っていうことで、広角とは言えるかどうか微妙なところなんですけど、いわゆる標準レンズっていう 35mm に近い、画角と、あと非常に明るいレンズになるということで、結構普段使い、まあ、おそらく手ブレ補正はついてこないと思うので、若干こう Vlog 的な使い方するには自分の場合はまだまだ限界があるんですけど、おそらくポートレート撮ったり、まあ、そういう人を撮る三脚を使って撮る前提で考えれば非常に明るくて、まあまあの画角というレンズなので、これはいいなと思ってちょっと期待をしているところです。まあ、そう考えると、いろいろ考えた結果、サムヤンの 18mmF2.8 とソニーの 35mmF1.8 はちょっと手放す方向で考えようかなと今のところ考えています。まあ、この1018レンズ、今カメラに装着しているレンズなんですけれども、まあ、このレンズが非常に軽くてですね、多分このレンズが 220g ぐらい、 300g は全然ない形で比較的扱いやすそうなんですね。なので、まあ、ちょっと暗い F4 なので、 F4 投資なので、まあ、決して明るくはないんですけど、おそらく昼間のこういう撮影であれば、まあ、結構使い勝手よくできるのではないか。まあ、特にレンズ内手ブレ補正がついているので、まあ、自分のようにその α6400 で、Vlog を撮る人間にとっては、まあ、もうベストな選択ではないかというふうに、思った次第です。実は最初のレンズである1670Z、ツワイスのですね、まあ、これもすごい気に入ってるレンズなんですけども、これと1018をかなり、迷ったんですね。どっちにしようかなってすごい迷ったんですけども、まあ、ドリキンさんが当時、α6400 に 1670Z でいろいろ作例を上げていらっしゃったので、まあ、それを見てこっちにしようと思って、買ったっていう感じです。まあ、今思えばですね、最初から 1018Z を買ってればよかったのかなという気がしないでもないですが、まあ、これもですね、まあ、いろいろ紆余曲折を経て、学習していくという、まあ、沼の住人ならではのですね、アプローチなんだろうなということと、あと、まあ、比較的このソニーのレンズ周りは中古の買い取っていただける価格がまあまあ高いので、ちょっとマップカメラとかに行って、まあ、箱とか、カバーとかいろいろ取ってあるので、まあ、綺麗な状態で、買い取ってもらえるんじゃないかなと思って期待しています。さあ、どうでしょうかね、SEL1018F4 投資、初めて
撮影してみましたが、結構個人的にはこれがいいんじゃないかなと思っているので、もしコメントとかいただけたら嬉しいです。それでは。